下手くそ。何？聞こえなかった。エレン。シャック。8時5分。修正。まだ残ってる。プレゼンは。何時間寝てた？俺。終わった？出力する前に見せろよ。おい。落ち着け。落ち着け。プレゼン場所は有楽町。電車で40分。タクシーなら30分。プレゼンは10時から。逆算しても9時には出力。つうことはあと55分で。デザインの修正全部を55分ってか、もう54分。無理。神谷、朝倉で大丈夫なのか？3億の仕事だぞ、3億。このコンペに負けたら大損だぞ。ですよね。局長、大丈夫っすよ。こいつガッツあるんで。まあガッツしかねえけどな。な。はい。やるしかない。修正5箇所、10分で1箇所、50分で終わらせて。マック遅いぞ。マック、俺のスピードについてこい。落ちるなよ。よし、あと4箇所、残り45分。巻いてる、いけるぞ。神谷さんが出社する前に終われば問題ない。絶対それまでに。連絡しろ、今すぐ。広告代理店、従業員数千人の巨大組織において、俺たちデザイナーはその末端に位置している。今回のように3億のプレゼントもなると、さまざまな部署から多くの人員が回され、デザイン一つにも何重もの社内チェックが必要となる。特にクリエイティブ部門においては、全責任を持つ CD、 制作のクオリティを監修する AD、 そして実制作の D がいる。この順位は絶対。つまり AD と CD の承認を得て初めてデザインは完成する。デザイナーが独断で決定できることなど一つもない。なんて寝ちゃったんだよ。今回のコンペは、大手企業が発売している飲料の10周年キャンペーンポスター。俺はそのロゴデザインという大役を任された。こんなチャンス、はっきり言って滅多にない。でもこいつ、これ変わってねえよ。よくねえ。ラインが硬え。もっと個性的に。はい。案を出しても出しても神谷さんからは却下の連続。もちろんロゴだけを一日中作ってるわけじゃない。それ以外にも他の案件の資料作りや雑務をこなす。光一さん、これもよろしくっす。 OK。
お疲れ様です。どっかで見た表面的なラインを選ぶな。はい。お前の中にあるグッとくる線、ひねり出せ。30時間くらい起きてたのに。はい。どこまでできてる？今できます。大丈夫です。まだ終わってねえんだろ。こっちにデータをくれ。半分巻き取るから。もっと早く連絡しろ、バーカ。目黒まで。はい、目黒。高速乗っちゃってください。広告代理店のデザイナーになって4年目。夢は叶った。でも、エースの神谷さんをはじめ、うちの会社にはすごいクリエイターが山ほどいる。全部終わった。出力しといて。もう。果てしない、果てしなく下に俺はいる。いつになったら神谷さんみたいにビシッと決めてプレゼンできるのか。いいんじゃない。はい、ありがとうございます。じゃあこれ、ジャケット買ってこい。ダッシュ。ジャケット？お前その格好でプレゼン行くのか。あ、いや、俺プレゼンは、だって3億の。お前の作ったパートお前がプレゼンしろ。ポイチ、夢見てるやつが10万人いたとして、残るやつは10人がいいところだ。万が一、これが現実なんだよ。やれるか。はい。今は寝不足でボロボロで下っ端だけど、いつか何かになってやる。キラキラした何かに。見てろよ、エレン。だって関西大学なんて案外切ってもクリアしない。もう一回、もう一回、単純な言葉で、はいはい、毎回散々目で追って、後のレアケアしない。結局さ、人間さ、何かじゃなきゃ生きていけないよさ。
よし。すいません、あと少しで。勝ったぞ。え？サニートライのプレゼン3億勝ったってさ。おお！忙しくなるぞ。はい、ま、それで、あの、よかった、頑張って本当によかった。これで ATC 賞とか取っちゃったら俺最年少受賞じゃん。よっしゃ。何？局長が呼んでます。あ、分かった、 OK。申し訳ないが、お前は別案件をやってくれ。え、それってどういう？うん、だから今回は外れてもらう。さすがに経験が足りん。まあ大きなプレゼンに出て勉強にはなったろ。なんでだよ。この件はベテランをつける。はい、確かにそうっすね。じゃあよろしくな。なんでだよ。なんで、なんで、なんで、なんでだよ。浩一さん、飲みましょうよ。今日の慰労会神谷さんのおごりなんですから。あ、ここの唐揚げビールに超合うんすよ。そうだ、ほら、神谷さんに相談すればきっとまた局長に言ってくれる。こいつはやれるって。あの、聞いたよ。なんつうか、まあ焦んな。俺も AD になるまで時間かかった。また頑張ろうぜ。そうだ、神谷さん、あの話教えてくださいよ。頑張ってるよ。マッチングアプリでマッチングした相手が。頑張ってるよ。俺は頑張ってるよ。寝ないで休まないで。俺が考えて、俺がデザインして、俺がプレゼンしたんだぞ。あれは俺の仕事だ。俺の。すいません、帰ります。光一、帰ります。いいか、座れ座れ。帰りますか。局長と話してたんです。きっと浩一さんのこと戻してくれって。でもどうにもならなかったみたいで。神谷さんの気持ちも分かってあげてください。勉強しないと。必要ある？俺すでに結構書けるし。
美術部の幽霊部員ってよく言うよ。客観的に見てそうでしょう。待って、もう帰っちゃうの？あ、帰るよ。待ってって。ねえ待ってって。なんだよ、ついてくんなよ。なんでそういう意地悪なこと言うの？ちょっと貸して。は、なになに、今度絡んでるから直してあげる。これマジで今度見学だけでも行こうよ。そんなに行きたいなら一人で行けよ。つつうか俺絵描きにならねえの？え、じゃあ何になるの？デザイナー。デザイナー。広告代理店入ってで有名になってグラビアアイドルと付き合うの？ああ、はいはい、そうですね。そうですねって絶対夢叶えるから見とけよ。案外現実的。待てよ。安心した。それぐらいがちょうどいい。待て待て、でも女子アナ乗せてる。はい、次私の番。え、何何何何、いいでしょ。何、なんでなんでなんで、いつも乗んないじゃん。いや、なんで。ほら、この前行ってたカフェとかさ、よくない？いや、カフェ行って何すんの？何もすることない。スイーツ。どうしたの？落書き？違う、アートだよ。グラフィティアート。エレン？100倍有名。こんなん見たら笑うだろ。おい君、何やってんだ。待ちなさい。ほら、俺はその時生まれて初めて出会ったんだ、本物の天才ってやつに。サック下手くそ。美術館に展示された作品に下手くそって、あいつは今もどこかで怒ってるんだろう。
それに比べて俺はただ認めてほしくて、褒められたくて、拗ねてるだけのクソ野郎だ。光一、本気出せよ。エレン、本気出して、それから諦めろ。なあ光一、見してくれよ。盆栽のお前が平凡な人生にどう抗うか。下手くそ。6,500円になります。あの、さっきは失礼な態度取ってすいませんでした。なんだっけ。いや、居酒屋でつい忘れた。え、とりあえず次の発注入ったぞ。内容メールするから明日中にレファレンス作っといて。わかりました。いいんですか、仕事の話ばっかり。いいんだよ、仕事の話だけで。お疲れ様でした。ありがとうございます。あの時の熱狂が、天才に会ったことがあるという事実が、今日も俺を動かすんだ。エレン、待ってろ。こんなことで諦めねえ。俺は絶対諦めねえ。I'm afraid we have to postpone the exhibition. Yeah, I'm sorry. She's always like this.エレン、ふざけんなふざけんな。パパはこんなもんじゃなかった。てめえの一人遊びに巻き込むな、この女に野郎。やってみなきゃ分かんねえだろ。俺は俺が諦めるまで諦めない。